Z 世代の5割が結婚したくない調査もあるのでそもそも育児環境を充実させる政策は完全にまた外れで,ですねそれを文字通り受け取るのは違うんじゃないかな借金なかかったらどうですか子育てにお金がかからなかったらどうですか子供欲しいか欲しくないかまた別の話になるんですよ えー、Z 世代の5割が結婚したくない調査もあるので、そもそも育児環境を充実させる政策は完全にまた外れで,ですね。社会の持続性には出生率2以上が必要なので、税金と同じように健康なら努力義務くらいにするか、こなしで導入して反響制くらいにした方が、もうごちゃごちゃより強くないですか。えー、我々も結局、親が無理やり見合い結婚してくれなかったら存在できてないので、子供は作るべきものという捉え方にした方が良くないですかね。炎上は最初だけでち除される気がします。 Z 世代の方たちって結構あの現実的に物事を見えたりするので子供が欲しくない結婚したくないと言ってるのって今の現実の問題を含めて言ってるんですよね今の世代って半分の人が大学に行くんですよで大学に行ってる人の8割が確か奨学金もらってるんですよねでその奨学金もらってるって言い方をしたんですけど厳密に言うと返さなくていい奨学金ではなく教育ローンなんですよ なので、8割の人が教育ローンで200万とか300万とかの借金を負った状態で社会人スタートなんですよ。なので、結婚すると世帯あたり400万とか600万とかの借金なんですよ。で、ただその手取りが十何万円とかで暮らさなきゃいけないよね、借金返さなきゃいけないよねっていう状態で子供が生まれて月に5万円出費がありますと。で、その後もじゃあなんか学校入れて塾行ってってなると、それ厳しいよねっていう現実があるので、 結婚したくなないいという表現になるんですよでもそれは借金なかったらどうですか子育てにお金がかからなかったらどうですかっていう時に子供欲しいか欲しくないかまた別の話になるんですよ。今の生活の状態で子供欲しいですかって言ったらいやいや無理無理無理だから結婚とかしたくないっすみたいな。 で、せっかく大学も卒業して、ようやく一人で稼いでお金が使えるようになった状態なので、そのお金も、とりあえずそのなんか好きな服を買うとか、なんか好きなエンタメを見るとか、ライブに行くとか、その自分で稼いだお金で自分の好きなことをしたいっていうのは、5年ぐらいやりたいんですよ。だって今までお金がない状態でずっと勉強してきて、ようやくお金がいたんだからやりたいじゃないですか。 そしたらそれは結婚はやっぱり20代後半からだよねってなっちゃうんですよ。だから22歳で働いて、じゃあ5年ぐらいだと27歳、8歳じゃないですか。でも27歳、8歳だとまだ借金もあるから、じゃあやっぱ本当に結婚して子供を育てるってなったら、やっぱり借金解消ある30代とかになるよね。で、30代になると高齢出産だよねっていう、その構造の問題があるので、 なのでその今の Z 世代が結婚したくないと言ってるんだから本当にあいつらは結婚したくないんだ子供欲しくないんだって決めつけてしまうのは僕はその。 20歳の人たちに借金を負わせてしまうという社会のシステムを作った大人側の問題で、まあ22歳の大人ですけど、まあ僕も増えた40代、50代、60代、70代、80代の大人が、その20代が卒業した時点で300万とかの借金を負わせるっていう社会の仕組みを作ってしまったが上の彼らのその結婚したくない子供が欲しくないっていうリアクションなので、なんかそれを文字通り受け取るのは違うんじゃないかなと思います。 え皆さんチャンネル登録お済みでしょうか画面の下赤いチャンネル登録と書かてるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いしますそしてよければグッド高評価こちらの方もよろしくお願いいたします